ご視聴ありがとうございます。楽しいのおゆびの原です。2017年2月19日京都行き、京都土産の続きです。ようこそ京都の駅ビルキューブで、食べ物じゃなくて自分のために雑貨を買って帰ろうと思って、何がいいのかなと思って、女性向けのこのものは可愛いとかな、京都っぽいっていうのがやっぱり多くて、それでも何か買っていこうかなと思って見てて決めたのがこれです。京都黒竹さんっていうんですかね、こういった雑貨売ってました。これです。今日黒竹開けてみましょう。購入したのはシャープペンシルと爪のヤスリですね。はい、まあ女の人こういうの持ってて当然かなと思うんですけれども、私の場合ですね、ギター弾いてて爪がどん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 削れてったりして、おかしな風に削れたりもしてるんで、鳴らさないといけないなってことで、これを買ってみようかなと思いました。爪をこれで研ぎます。なんか可愛いこの猫の爪研ぎですね。爪やすりって書いてあります。これともう一つがですね、はいはい、ポップアートみたいな柄の花のシャープペンシルです。黒竹さんが作ってるんですね。黒竹って書いてありますね。わかるかな。この2点買って自分のための京都土産にしました。もう一遍このアップでいきますよ。